はい、どうもジョーです。こんにちは。今回ですけども、ちょっともう我慢の限界なので訴えたいと思います。まあ視聴者の人も知ってるとは思うんですけど、まあ、僕は炎上してからたくさんの被害がありまして、まあ、名誉毀損であったりとか著作権侵害とかね、いろんなあったんですけども、まあ、結構我慢してきてたんですよ。でラファさんにも相談とか何回かしたりとかねしてたんですけど、さすがにもうこれは無理やなっていう出来事が一個あったんで、ガチでもうこの弁護士も雇ってるんで訴えたいなというふうに思います。どの上最近相談もらってた件ですか？また違うです。はい。まだ続いてるんですか？結構長いですね、やっぱりもう、正直。でもさすがにね、これはさすがにあかんやろってやつが1個出ちゃったんで。あ、そうなんですか？はい。内容だけしか聞いてなかったんで、中身は俺知らないんで。いやちょっとね、どうしようかなと思ったんですよね、ほんまに。まあ、これも我慢しようかなと思ったんですけど、さすがにちょっと我慢するにも限界があるというか、こうやってやりたくはないですけど、こういう負のところにエネルギーを使うのはすごいしんどいんで。まあ、それもネタやからみたいなとこあるんでね、はい、訴えるとかっていうのはだから、まあ正直めんどくさいなと思ったんですけど、言っとかないとなって思ったんで、まだやっぱり動画ちょっと撮って。そんなに？せやん。今まで結構、まあ、今言わないんですけど、結構なことで、ね、言ったら動画にするほどなことなかったじゃないですか。はい。どんなやつだったんですか？ちょっとね、見てもらいたいんですけど、結構問題になったやつはね、これなんですよ。動画で流せるんですか？大丈夫、ありましたね。はい、世界で面白いゲーム、俺のアプリやん。これ、著作権侵害でこんながっつり使われたら見さすがに名前が使われたなんで確認したいな、俺マイさんに。マイさんって本人じゃないんで、僕なんで著作権持ってる。ちょこってるやん。そこは確認されてますからね、このゲーム、はい、いや、だって普通にもアイコンにもこれ、はい、アイコンも使われたんで、さすがにも無理やなと思ってなんでよ。いやいや、これはほんまのところ確認してん、これ確認通りないん、確認してないで俺ね、ほうれん草がここまで来てないんですよ。それはもうおかしいよ。前さんのうちで止まってるんで、うん、前さんは別に僕の著作権持ってないですから。でもそうですけど、だから俺の方に来ないとダメなところを直接来てないでしょ、だってでも実際にラファさんもヒカルに直接連絡言って知ってるじゃないですか。そう、何時代急にしようかったんです、俺。いやいや、でも前さん、角刈りが伝えてくれるかなと思ったから、それだって報告。いや、これはさすがにダメです。だってアイコンにも俺のちょっとやめてくださいよ、やめてくださいよ。だってラファエル VS ヒカルみたいになってますけど、はい、俺これ何にも知らないですし完成してから出来上がったの見て、俺動画見た時したら最初に何なんこれと思って。ウケる？これね、ちょっと俺もこれはさすがに。なんでそんな怒んのよ。いやいや、だから親しき中にも礼儀あるやんすよ。直接行くの失礼かなみたいな。わかります？係長、部長いきなり相談って。係長に相談、これはさすがに係長ポンコツすぎて無理ですね。いや、まあそうですけど、これでもお互い事故やとかあるでしょ。いや、でこれはほんまに著作権もそうですし、ラファエルのアイコン見て誰もクリックしないって思ったから俺の使った方がいいでしょ、これだってそういうとこあるでしょ、狙ってるでしょ、そういうとこ。正直もうタイトルも世界一面白いゲームってすごいタイトルつけるなと思って、これほんまにイメージ下がるんで、こうされると本当に。いやいやいや、一回やってみてください、ゲームを。いや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 、そういうのじゃないんですよ、本当に普通にこれはね、ちょっとね、ごめんなさい、ごめんなさい、きついですね、それは本当にごめんなさい。はい、ちょっとこれはほんまに無理だなと思って、あの一回ちょっとゲームだけやってもらって。いや、でもお金もらわないとさすがにこれできないですよ。もちろんお金がかからんでの話ですから、これ。わかりました。じゃあそうです、全部おっしゃる通り、マイさんが悪い云々はもうこっちのね、言い訳に過ぎない。まあまあまあ、そうですね、マイさん自体悪いけど、はい、だからゲームやってもらって、これまあ要はクリアするんですね、果樹ゲーム。はいはいはい、なんでせめて一面クリアしたら折半ですとか、売り上げ。ああ、せめてこれも動画にしますから、せめてそういうのゲーム方式でどうなんにゃってやっぱ視聴者沸かしてもらいたいですね。ただせめて怒るだけやったらちょっと一面の違いすぎるんで、折半ではおかしいでしょ、どう考えても実力的に。はい、その譲歩してるとしても折半ないでした。まあまあそうですね、この間のファンクラブも99対1やったのにさすがになら8-2ぐらいにならないと無理です。8-5です。あの、ラファさん2です。じゃあ3回ぐらいライフを与えて、で1面でもクリアできたら。ああ、わかりました、いいっす、ね、めちゃくちゃ短いですね、1面って。で10回でいいですか？3回って分かんないんで、まだ10回や、はい、まあ、10回ですか。はい、ゲーム的には言ったらめっちゃ短いです。何面も何面も20面で、まあ、1面クリアとか言ったら、まあ多いぞみたいな、多いぞみたいな。そうです、そうです、1面だけでもいいからクリアしてください。じゃあ、はいはいはい、それもせめて動画でもうアピールしたい、はい、8-2やったら、まあ、8-2やったら、はい、いや、8-2です。あー、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えた、はい、むしろカメラで言うと逆かなと思って、はい、映り方で言うと、はい、ごめんなさい、8-2です。なんかむしろ8-2ですお前は絶対関係ない。お前だけはな、今後一生な、それだけなってやるからな。お前では絶対な、この心をな、変えることない、俺は。とりあえずこれはね、訴えないとダメですよ。まあまあまあ、著作権もそうですし、僕もそれね、いや、僕も正直その、僕のことを誹謗中傷するくらい訴えないですよ。そこらへん、権利に訴えたような小さい人と違うんで、また、うん、そうですね、そんなくだらないことしないと、こんなくだらないことは訴えないですけど、はい、達人これはね、信用してた部分もあるんで、そこを裏切られたって気持ちが強いんですよ、ラマさん言ったら、勝ってるのは達人やりすぎでしょっていう、これはやりすぎた、こういうとこまでやるんやったら、今後どんなこと起こるか分かんないんで、やりすぎた、達人これ釘刺してもらわかんなっていうのを、それは本当にごめんなさい。そうです、だからもうこれは親しきなりの礼儀ありなんで、それは本当にごめんなさい。だったらちゃんとお金の話もせんかいと。じゃあクリア
ができなかったら10回以内で別に全部あげますので、はいはい、そこは一回でもいいですよ。わかりました。そこに関してはそれプラス最後前さんが僕にごめんなさいだけ動かないでごめんなさいだけ、まあ、全然クリアできるんでどうせ、はいはい、まあまあいいっすよ。結構難しいですからこのゲーム。いや僕多い方何回もやってるんで。ああ同じとこですね。だから言っても簡単です。やってる歴が違うんで。まあちょっとじゃあやってもらっていいですか。あ、いいっすよ。じゃあ準備しますね。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、お願いします。世界一面白いゲーム、まあ見ていただいて。まあ俺初めてなんでね、プレイ。ちなみにこれいわゆるガチャもありますから。それは全部一緒です、今までと構成は。何これ。はい、ドン。手札つけ。はい、がっつりもう俺おるし最初から。そうです、2人のゲームなんで。うわ何やこれ、音楽ムカつくな。なんだこれ。こっからこっからこっから、おーい、こっからこっからこっから、全然全然。何やい、よくよくよくバカにしとるなこれほんまに。はいどうもこんにちは、 YouTuber のヒカルです。お久しぶりです。ラバヤちゃん元気？そうか、俺はねお前のせいで全然元気ちゃうわ、ボケ。うわー生や生。君が俺の案件パクリパクるせいで俺はめっちゃ疲れてます。そこでドドーン、何やこれ。事務所に送られてきためっちゃ儲かる企業案件、これはもうね没収。悔しかったら俺が用意した激ムズの資料受けてみてください。ラバヤさんなら秒速でクリアでいけるはずなんで。じゃあ俺この先で待ってるんで、お疲れっす。まあこんな感じで、物語はこういう感じです。全く寄せてきてもらえないんです。スタート、離れてます。スタート。あ、マリオみたいな、マリオみたいなもんですね。はい、あ、これか。始まりますよ。障害物避けながらいきや。はい、うわ、はい、1回目はい、1回目しました。しょ、なにこれ、さっきの。やば、こういうゲームなんですよ。賢かったらクリアできるとかゲームじゃないんですよ。うわ、危な。はい、残念。うわー、すごいです。はい、もう1回、はい、残り8回ですね。これいけんじゃうかな。あー、そこに気づくのすごいな。あー、そこに気づくのすごいな。はい、うわー、ラファエルのこの声鬱陶しいな、めちゃくちゃ。まあ、あと6回ですよ。はい、もう1回。結構やばいですね、難易度。あ、やられた。いくぞ。うわあれ、余裕でしょ、これ。クリアした。クリアした。すげえ。やったー、じゃあ。でもこれデジモン。やりましたー。82決定っすよね、アプリのこれ作った会社82やから。俺と振り込んで、おいざ振り込んで、おいざの会社で。ちょっと待って、ちょっと待って、ほんま。もう一回だけやりません、ね、また6回残ってるから。すごいとこで止まっとる人が。えっ、つらいな。まあ、次じゃあラファさんが次のステージを10回でクリアしたら、もう一回俺が次3のステージやります。それ交互に繰り返してる。ああはい、次10回でクリアしたら、ラファさんやったことあるんちゃう。次のステージじゃないです。じゃあ次のステージクリアしてみてください。いいですか、いいですか、やります。はい、行きます。次のステージ行きます。お、お、これ知っとん。じゃあもしかして攻略方法なんかこの動き知ってたやつなんか。はい、違います。どうやれたっけな。次はここまでは行ったんやな。覚えとる感じやこれ絶対。なんかどっか攻略方法。いやいやいや、よし。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。痛い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 。ちょっと待って、2回、はい、2回、あと8回、あの1回。うん、アホや、めっちゃアホや。ちょっと待って。あ、ならないっすか。はい、絶対いけるよ。もう俺はもう無理っすね。もう俺の勝ちっすね。ちょっと待って。俺わかりました。嘘やん。俺で行きましょうか。俺、読みでやっていいですか。はいはい、じゃあ一回死にません、じゃあ一回死にますね。俺多分ね、はい、これね、亀の上に乗っていくと。あの一回。こいつの。嘘やん。こいつ乗れると思うんです、多分。絶対。いや、これ絶対乗れます、これ。一回倒してから乗るかな。倒してから乗るんかな。そういうことかな。うん、違うよ。もうだって分かんないでしょ。いや、次は叩いて、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 あっ、うわー、ほら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 、叩いて、ほらほらほら、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 2回目は出ていいんですよ。え、こっち行こうかな。これ、当たった、当たった、くぐる。え、え、え、はい、違います。今どうするんですか、今どうするんですか。いやでも、当たってます、だいぶ。これ絶対上に乗っていくんですよ。これで、ね、こっち行こうかな、こっち乗りますね。あ、今届くんちゃう、ギリギリ。これ届けとけ。あ、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 
ばい。うわー、すげえ。すげえ。すげえアプリこれ。これで行って。すげえ。でこれでブロックを叩かなかんと。ヒントちゃんと乗してくれて。ほら。うわ、すげえ。ほらほらほら。ブレー。やってんな。どう。はい、次行きますね。5秒以内に俺は楽しみ。ブリ、ドンマイ。ちなみにですけど、はい、アプリ僕動画に出す前にツイッターでつぶやいた時点で、はい、ガチャが今やってないんですけど本当に僕の持つかった商品が送られるんですよ。でどん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 更新される。例えば僕今回今動画使ってました、服を僕が提供したらそれ様に行きます。今ほとんどなくなってるんでまた新しく更新ずっとします。どうですねこれ。無理やり動画でいろんなの出して使ってっていろんなのやってます。これで前の服とかまあでも面白いですけどね。普通にやってて今やってるじゃないですか。とりあえず正直ヒカルさんからもらった商品もヒカルさんの許可を得て登録したら、はい、ああそういうことですね。僕のファンだけじゃないんですよ。はい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 、極端な話、何でもいいですよ。なんかアイドルのやつ、僕がサイン入れたやつ、そこに載せたらそれプレゼントできる。やばいですね、それでも。ヒントがね、俺が出してくれた人生も登ったり降りたりやって言ってくれてるんで、はい、このヒントを参考にしながら多分やるんでしょうね。まあでも面白いですね、はいはいはい、そういうガチャがあるんですよ。結構新しいでしょ。はい、そんな感じでこのアプリ興味がある方は概要欄に一応貼ってますのでダウンロード、はい、やってみてください。そしてこの動画が面白ければチャンネル登録お願いします、はい、よかったらグッドボタンもぜひ Twitter、Instagram、ファンクラブもやってますのでお待ちしてます。はい、始めたらやってますね。ラオさんとやってますよ、ファンクラブお願いします。そんな感じで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。とりあえずラマさん今までの売り上げの分払われてるめっちゃ入ってるよ。何個？今何百万。じゃあちょっと一回ちょっと飯言いますね。まず一旦飯送ります。そこでもう一回だけカメラ出して話させて送らなかったあとおいマイス、これ動画概要欄ちゃんと俺のクッキングタイム載しとけよお前らほんまに自分で探してくれ載しとったこないだほんと言われるもん載らんのかみたいなクッキングタイム載してよ。なんで、はい、マイス飯行こう。お金の話行こう